はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キラーファンタジー始めていきましょう。さて、今回から新シリーズですね。私たちだって野球したい。ということで、ファイヤーズ、やったね。あ、そうだね。対決ですね。試合に出なくてもみんなをサポートすることに全力投球だよ。出ない。一緒にトップを目指そうね。今手で打っただろう。すごい。うんうん、はい、ありがとう。大丈夫です。あれ、そういえば、すごい組み合わせだな。あ、怖そうです。そうなんだ。うん、ですけど。さすが。リースに当たった。違います。え、だったら、お前はちょっといい？タマヨイが出た時に出てきたライバルだな。タマヨイ、一緒にトップを目指そうね。2節どこ触ってんの？いい体してるね。まあエトアリアだから。つまり、あの、そっか。どうして写真を
なんと。どんどん行こう。次の対戦相手のデータ早く分析したくてうずうずしちゃうよ。その試合やるんだ。おう。副男子。なあ。やるんだ試合。ポジションって何？すごい刺しそうだよね。でも、そうなの？アイドル？まあ花山とアイドルか。そうかな。そうね。そうだね。チェンジ。強敵か。武者震いしちゃうね。この一手は予想外でしょ。これで倒せないのかもしれない。待っててね。援護するから。倒しちゃいそう。もっともっと先に行くんです。頑張りこい。よし。強い。3盾。
33対4よりひどい。あの、これは落ち込むわ。あ、微妙な空気。でも、はははたぶんそうだよな。でも、あのね、一生ちょっといい？悔しいです。だよね、勝ちたいです。わかった。リースは強そうやけどな。8月をシンデレラインかな。一緒にトップを目指そうね。リリス、行ってきます。そうね。つんこ。ここまで順調ですね。サポートします。待っててね、援護するから。皆さん頑固です。これでどうです。ニース登場。確かに。あとは任せて。こうかな。強すぎるわ。勝利のポーズってこうかな。
次の対戦相手ならこのオーダーで6絶。だけど、はい。だけど、そうなんだ。誰だろう、キララ。そんなわけにはいきません。ローズが、シュン。そうなんや。ピンチ。やばいわよ。次の対戦相手のデータ早く分析したくてうずうずしちゃう。この子もいるけどな。大将ね、豊か明度。読み行きましょう。みんなを仕切るなんてできるかし。出そう。ほわ。誰だ。嘘だろ。なるターンはあったな。任せて。それそれミスターいいのかよ、パシリさせて。予選やば。どうかしら。そうやな。どうだ。どうかしら。てんの。あら。
やったね。おお。になります。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。皆さんのやる気をアップします。鉄壁の守りよ。皆さん頑張です。ここで交代。どこまでやれるかな。絶対勝とうね。私が抑えれば勝てるから。4000。派手にやっちゃいましょう。待っててね、援護するから。えい、援護お願い。もうしまった。ほら、大丈夫だったろ。次の対戦相手ならこのオーダーで、いけそう。はい、ということで、私たちやって野球したいシナリオクエスト、シナリオクエスト前編はここまでとさせていただきます。次回後編やっていこうと思いますので、ぜひまた見てください。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。このキラノファンタジアですね、遊んだ記録動画に動画プレイリストに残しております。説明欄に URL アドレス記載してます。よろしければ見てください。またブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。こちらもよろしくお願いします。またこの動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。キラノファンタジアやっていきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。